ゴミとは、クズや、カスは、物を削るか切るなどによって残った部分を指すため、通常はゴミとは言われない。ゴミは、工事園にあるように、物の役に立たず、ない方が良いものである。古代から、ゴミを、どのように処分するかということは、人間を悩ませてはいたが、特に物の大量生産が行われるようになってからは、ゴミが大量に発生するようになり、その処理の問題は、 年々深刻になっている。当初、ゴミは基本的に燃やしたり埋めたりして処分されてきた。だが、その量があまりに増えたこと、また、燃やすと有害なダイオキシンが大気中に放出されてしまうゴミ、埋め立てても環境に悪影響を及ぼすようなゴミなどが出現したことが状況を悪化させている。ゴミ問題なお、ある時ある人にとって役に立たず、ゴミとみなされるものであっても、 状況が変わり利用法が見つかるとゴミではなくなるということもあり得る。また他の人にとっては役に立ちその人にとってはゴミではないということもあり得る。つまり別の利用法や利用できる人を見つけることでゴミがゴミでなくなることになる。例えば他の何かを作るための原料として利用すればゴミは資源となる。例えば日本では江戸時代から 使い終わった紙を捨てたりせず、回収して、紙として好き直して、塵り紙などとして利用するということが行われていた。紙に限らず、江戸では様々なものがリサイクルされていたことが知られている。また、それを利用できる人を見つけることができれば、ゴミをゴミでなくすることができる。例えば、リサイクルショップで買い取ってもらう、オークション、フリーマーケットに出品し、買い手や引き取り手を見つけ、 再利用することができれば、ゴミではなくなる。これを別名、バブともいう漂着ゴミ会を渡ってくる、ゴミの管轄権については、国連海洋法条約に規定されており、排他的経済水域における、管轄権、及び海洋環境を保護し保全する義務があり、いずれも漂着側の海域管轄国に適正化の義務があるとされ、排出、発生国側の義務については、 特段の合意がない状況である。所有権に関しては、ゴミは無種物であるという解釈と、廃棄物処理業者に譲渡するまで一時的に占有を離れているだけであり、無種物ではないという解釈がある。道端にポイ捨てされたタバコの吸い殻や少量の落ち葉などは、無種物として勝手に処分しても問題ないと考えられるが、排出元が特定されなおかつ大量に投棄されている。 場合には、その所有権が問題となる可能性がある。元所有者が所有権を放棄している場合、ゴミは無主物となるのが原則であるが、ゴミを含む廃棄物については、所有権放棄の前提として、元所有者が適正に廃棄物の処理を行う責務がある。粗大ゴミ置き場から利用できそうな家具などを勝手に持ち去る行為については、 無種物戦線として所有権が取得できるとする解釈があるが、所有者が所有権を放棄していないことを主張する場合には、物件の原始取得が否定される可能性がある。業者以外のものが無断でゴミを持ち去った場合、特に新聞紙やコシ、空き缶やペットボトルなどの資源ゴミを無断で回収して回る行為は窃盗罪に問われる可能性がある。また産業廃棄物の不法投棄を 強制除去する法律は廃棄物処理法違反による行政代執行であり、必要な経費は物件所有者に後日請求されることとなる。この際、処理業者に物件が譲渡されている場合は、処理業者が費用負担することになるが、物件所有者が処理業者に処理を委託しているだけで、物件そのものが移転していない場合は、処理業者ではなく、排出者がその責めを負うことになる。 沿岸部などに漂着した浮遊ゴミについては、オイル流出事故や貨物船の難パなど発生元が特定される場合は産業廃棄物として処理することになるが、土用ゴミや業具ゴミなどは処置が難しく、一般には各自治体の条例に基づいて処理されることになる。貝塚ゴミには捨てた人や人々に関する何らかの情報が残っている。例えば、貝塚は 古代の人間のゴミ置き場であるとも言えるが、考古学者にとって、貝塚は古代人の生活様式などを知る上で、情報の宝庫である。このようなゴミを使った調査を、ガーボロジーと呼ぶ。ガーボロジーは、社会科学の一分野でもある。現在でも、捜査、情報活動、産業スパイ活動、等々において、ゴミをあさりそれを調べる、ということが行われている。 ターゲットとなる企業、被疑者、敵軍などがあると、そのゴミを調べ、ターゲットに関する情報を得るのである。なお、ストーカーがターゲットのゴミを漁ることでその情報を得ようとすることもある。ゴミは、やゆごとして使われることがある。部別も、参照のこと。また、カタカナで、ゴミと表現。 内しは表記すると、差別用語とみなされる観点から、日立製作所など一部企業では、社内文書を含めカタカナ表記を禁止している。ゴミ問題ゴミの処理ゴミの種類ゴミの利用。ありがとうございます。